ウルサン現代オウラ造船トルゴレ FC は韓国ウルサン広域市にホームを置いていたサッカークラブであるナショナルリーグに所属していたホームスタジアムはウルサン総合運動場クラブ名に入っているトルゴレは韓国語でいるかを意味する現代オウラ造船がクラブを支援していた1998年7月に創設された 2003年からは二部相当のリーグとして新たに発足した K2 リーグに参加している。2005年の韓国 FA カップでは K リーグの4クラブを下して決勝に進み、準優勝した。2007年、ナショナルリーグで初優勝した。この時は K リーグへの昇格システムが存在したが、クラブの判断により昇格を見送った。2008年にナショナルリーグを連覇した。 2011年、2013年にも優勝している。2016年まで N リーグ4連覇を果たしたが財政難により解散となり、選手などは2017年より K リーグチャレンジに加盟したアンザングリナース FC へと引き継がれた。ありがとうございます。